はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの U1H と言ったらもう大人気の中古ピアノですね。中古ピアノ市場でもあっちこっちにあります。どこのお店にも1台はあるんじゃないですかね。U1 のっていうと U1、U2、U3 と、なんで1だけ英語で言うんでしょうね。 U1、U2、U3 ですね。この一番小型のモデルなんですね。まあちっちゃいので人気あるんですけれどもね。で、本当に完成されたピアノで、もう30年以上経ってますけども、まだまだ現役で使えるいい音のするピアノなんですね。こちらにあります。今までも何回も動画撮りましたけど、本当にどれをとってもいい音がするピアノですね。ここにありますペダルが3本ね、黒いピアノですね。中国なんかに輸出する業者さんもこのピアノはこぞって欲しがりますね。 U1H3029049 ということで300万台の U1 ですね。100万台、200万台、300万台といろいろね、長い期間作られたピアノですね。 U1H という保証書が入ってますね。はい、ここに最初の調律が昭和55年1月22日ということで書いてありますね。はい、まあ昭和55年言うと一番ピアノが売れてた時代ですね。もう大ブームの頃のピアノですね。音を聞いてください。いつものように低音から弾きます。すごいですね。はい、バランスよくねなりますね。もう普段の練習ではもう全く問題ない、十分ですね。このクラスのねピアノ買っておけば十分です。はい、まあもっとパワーね、大きな音出したいんであれば U3 とか大型にしたらいいんですけど、普通のね、例えばね、こういうの弾いたりとか、普通の練習曲弾くのには十分ですね。ね、ポピュラーもいいです。ね、こういう曲なんかでも本当広がりのあるいい音してますね。はい、ヤマハの U1H のご紹介でした。それではさようなら。